で篠原涼子さんに歌わせますって言われた時に、まあ、正直ですよ、ちょっとショックだった。え、篠原涼子ってあの人っていう、え、ダウンタウンであのいじくりまくられてるあの人みたいな。波動拳、皆さんこんにちは。日本を元気にする YouTuber 岡本芳です。今日もよろしくお願いします。今日はね、篠原涼子さんがめちゃくちゃ懐かしい曲をセルフカバーしてくれましたっていうお話をしてみたいと思います。単純に嬉しかった、篠原涼子さんの曲、小室さんが書いた曲なんですけど、もともとの曲がですね、ストリートファイター2ムービーっていうですね、スト2の劇場用アニメ映画のテーマソングとして書かれた。で、その当時あんまり知られてなかった。スト2好きな人がちょっと知ってたかもしれないけど、ほとんどの人が知らなくて、愛しさと切なさとっていう歌はめちゃくちゃ売れたんですね。小室さんっていうのはその当時もうすでに、大スターではあったんですが、篠原さんはね、多分そんなことなくて、バラドルっていうカテゴリーに入ってたというふうに僕はイメージしてます。東京パフォーマンスドールとかなんかっていうところに、いたような気がしてて、で篠原涼子さんに歌わせますって言われた時に、まあ、正直ですよ、ちょっとショックだった。え、篠原涼子ってあの人っていう、え、ダウンタウンであのいじくりまくられてるあの人みたいな、という印象だったんですけど、まあ、今はねもちろん大女優で、歌ってみたらめちゃくちゃうまかったんで、もちろん文句は全然なかったんですけど、あの当時スト2の曲ですっていうのをテレビで言ってもらえなかったなっていう印象の方が強くですね、僕はちょっとその当時そのヒットはしたけど、なんか映画よりも曲の方が売れたイメージっていうのがあったのと、それと同時に、まあ、あの小室さんが大スターではもちろんあったんですけど、大プロデューサーではあったんですけど、ダブルミリオンっていうのをですね、初めて達成した曲でもあってですね、小室さんにとってもものすごく大事な曲だと思います。で、僕もそれの一曲目になれたことっていうのはですね、ものすごく嬉しかったんですけど、でももう一つ一つって言ってくれなかったなっていう思いがあってですね、あの当時ちょっと苦い思い出にはなってたんですよね。なんですけど、まあ、ストリートファイター6の発売もあるということで、篠原さんとか小室さんとかに、カプコン側からですねお願いをして、もう一回やってもらえませんかということになったらしい。これはまあちょっと裏話なので、本当かどうかちょっとわからない、裏は取れてません。で、愛しさと切なさと心強さと2023年バージョンっていうのをですね、原曲のキーのまま歌ってあるんですよ。で、大体ですね、年がいくと、まあ、僕これダミ声で昔からこんなんで昔からキーは低いですけど、あの若い頃のキーを確保する、キープするっていうのはですね、なかなかにできなくって、あのキーでそのまま歌い切るってのは難しいんですけど、篠原涼子さんすごくてですね、原曲のキーのまま歌ってる、しかも昔より上手いんちゃうかって、歌手は離れて歌手辞めてすげえ長いような気がするんですけど、むちゃくちゃ上手くてですね、あ、こんなにっていう、しかもアレンジがまた効いてて、小室さんがやっぱ天才なんだと思いましたね。これはすごいなと。原曲のイメージ全く崩さずにめちゃくちゃいい曲に仕上がってる。歌もうまい、アレンジもうまいっていう。で、またタイミングもいい。で、まあ僕もですね、久しぶりに、まあもうちょっとあのお金払ってないとすいません、 YouTube で聞いてしまったんですけども、なかなかにいい曲です。やっぱりいい曲だったなと思って、ダブルミリオンっていうのはまあ伊達じゃなかったなって思わせる曲でした。で、まだね、聞いてない方おられるかもしれませんけど、とにかくね、篠原さんの歌声に惚れると思いますんで、よかったら聞いてやってください。で、ストリートファイター6もですね、ぜひ遊んでみていってくださいっていうですね、そんな、お話を、まあ、僕が個人的に思ってるだけなんですけどね、してみました。今日のお話がですね、面白かったなと思っていただけたら、おもろないか。高評価ボタンとチャンネル登録のよろしくお願いします。Twitter と Instagram と Facebook の方もやっております。よかったらフォローしててください。普段はね、ゲームの話かお金の話をしてます。ってことでですね、今日はここまでになります。また、いろいろこう、まあ、そんなにうまくなかったよとかですね、やっぱうまいですねとか、僕は大ファンですとかですね、いろいろあのコメントがあるかなと思いますんで、いっぱい書き込んでおいてください。この後ですね、ストリートファイター2ムービーのですね、裏話などしてみたいと思ってます。ということで、またこのチャンネルで会いましょう。バイバイ。